ごい高いな。やっぱりメタニュースそれはこっちにこれをずらしていただく、上にずらしてここで止まる、はい、止まった時にあえて引っ張ってもらう、入れる時はここの角度で入れてもらって、はい、またこっちに戻して、はい、ここで一枚戻してもらう、基本的にはここのブレーキ設定ライブのみで開けることは走行中はない、はい、もう一回決めとけば、はい、もうここだけで大天井はカバーする。どういう時に家でその中の大元を調整する時って何段階ぐらい？そうですね、家はまあ 4枚入ってるんですね、まあ、はい、ここら辺はまあ使用するルアーとかに応じて好みだと思うんですけど、はい、まあ大体1個はちょっと弱いかなって感じですね、はい、2個かまあ4個か、はい、で締めて現場では外側のダイヤで調節してもらう。ファンタムシリーズだと具体的にはどこら辺の何グラムぐらいのルアーが一番投げやすいリールになるんですか？10グラム前後ぐらいからがやっぱ投げやすいかなと思いますね、はい、ベイトフィネスまではいかないですね。いかないですね。150番サイズなんで、まあ、従来から結構シマノでは多い番手になってくるんですけど、はい、前のあのメタニウム XT とかっていうのも150番サイズ、はいはい、だったんですね。そこからちょっと使うルアーイメージしてもらったら、はい、まあ、7g とかを切って 5g とか、まあ、その辺を使うってなるとメタニウムとかの、70番サイズのスプールであったりとか、まあ、それ以下になると30番のこのアルデバランとかっていう風な方が扱いはしやすくなってくると。逆にあの最近流行りの重いなんだかめちゃくちゃビッグベイトとか、ああいうのは重いのは何グラムぐらいまで安全に？全然 どこまででもっていうわけじゃないですけど、まあ、あとは糸の強度になると思いますね、はいはい。MGL スプール自体はもう大体重い方面は何でもござる、特にその強度的な不安はないので、あやっぱそうなると25ポンドとか30ポンドとかを使うようになるんで、はい、ちょっと移動巻き量が足らないので、はい、近いと300番400番っていうような形に、はい、軽かったな、そうですね、なってくるかなと思います。ありがとうございます。1番は、はい、このリールのフレームがこれまではもう何ピースもの部材に分かれてたんですよね。それが1つになったんです。重要性が高いメインフレームの構造。以前是从这边分开的，其他都是分开的。ファンタムにはエキサイティングドラグサウンドって入ってない。これは入ってない。こんだけの部品いっぱい集めてやってたのが。啊，以前是有点多配件，但是呢，现在变成ドラゴンはしない。7kg。
強いとどのぐらい差があるかっていう感じてもらうのでこういうところもあるけど150番サイズのっていうところが誰も見ていただけないな結構いろいろ差単価が入ってるんですけどねやばいですMD はモンスタードライブのやつ